はい、おはようございます。田のぼたくぼたです。今日もねすごい寒い日なんですね。もう軍手してても本当は冷たくてしょうがないんですけど、ヤンマーディーゼル初期型 K2 非常にね、かかりが悪いっていうことで今日もやってみたいと思います。昨日ね、お湯沸かしてやってみたんですけど、こっちね、普通のボンベなんですよ。安いやつ。そうするとね、どうもね、すごい寒い中では、なんていうんだろう、このガスの蒸発がしにくいらしくて、昨日なかなかお湯が沸かなかったんです。そんでこっち、これはね、なんだっけな、なんていう成分だっけ、また違ったちょっとした成分の違うガスが入ってて、寒さの中でも強いっていうボンベなんです。これでお湯を沸かしてね、まあ指導性の悪いヤンマーディーゼルをちょっとかかるかやってみようかな。今日も3回だけロープ引っ張ってやってみたいと思います。やっぱりね、火力強いです。こっち昨日はね、こっちのボンベでやったんだけど、やっぱ成分ちょっとだけ違うんですね。全然違います、炎が。よし、そしたらお湯がね沸いたら、こちらのディーゼルのホッパーに入れて、まあシリンダー周りをね温めてやってみたいと思います。ちなみにね、この噴射ノズルの燃料が噴射している音が聞こえますかね。この音です。この音結構ね、ちゃんと噴射していると思います。音がね、とてもいい。ですからね、燃料が吹いてないわけじゃないんです。とにかく指導性が悪い。私個人的には、このノズルが直座し、この後の K2 は斜め座しにしてるんですよね、ヤンマーは。その改良される前はシリンダーヘッドにこう直差しだったんですね。この辺のね、燃料の霧の舞い方と、火のつき方、その辺がね、何か影響しているんじゃないかなって思うんですよね、指導性の悪さの。はい、それではお湯が沸いたのでやってみます。どうでしょうか。お湯沸きました。今日はね、昨日よりグラグラに沸騰させました。やっぱボンベを変えるとね、炎の出が全く違います。よし、さあかかるでしょうか。とりあえず何もせずね、今燃料噴射しているんで、このまま一度回してみたいと思います。
騰してるとやっぱりかかりがいいかもね。よいしょ、かかりがいいかも。じゃあちょっと添加剤っていうかガソリン入れながらやってみたいと思います。2回目ですこれ。よいしょ、どうか、行くか。お、バルブの調整が悪いか、すり合わせが。抜けてるな。よし、よし、止まった。全国の皆さん、お茶を一杯ホッパーに差し上げたらヤンマー初期型ケース気を良くしてエンジンかかってくれました。やっぱりお湯で、沸騰したお湯でね、シリンダー周り温めてあげれば発火しやすくなるということが分かりました。やっぱり霧に問題があるんだろうね。違うんだろうか。俺はディーゼルのこと詳しくないから分かんないけど、発火しにくいってことはやっぱ霧の吹き方に若干問題があるのかな。それかやっぱり直差しだと、なんていうんでしょう、霧がねうまくシリンダー内に吹きつけられないで点火が悪くなるんですかね。そんな気もします。じゃあ今日はこれで終わりにします。まったくよくやるね。はい、よくやるでしょ。呆れるでしょ特別寒いのにね呆れる呆れる